もう来年のカレンダーのお話があちこちから出てきました、えー、大企業のカレンダーはだいたいゴールデンウィーク明けに、えー、コンペが終わって業者も決まりましたでもまだ中堅どころは今から来年のカレンダーの企画に入るところですそして今私の手元にある既製品のカレンダーのカタログがあるんですが えー、ペラペラめくってたらとんでもなく面白いカレンダーに、えー、出会いましたそれがここに今あ画像が入れてありますけど365日に全部その時期時期の、えー、料理の写真がついてるんですねそしてその写真の横には QR コードがついてて、えー、中を見てみたら30秒ぐらいで、えー、ポイントを 教えててくれる動画がついば今まではまあ見てきれいなカレンダーとかね、えー、風景とか人物とか、えー、花とか犬とかっていうものとかそれから文字が書き込みるようなあ書き込みカレンダーっていうのが主流だったんですが、えー、どうも2022年は、えー、しゃべるカレンダーっていうのがあどうも たくさん出てくるような予感がします。このカレンダーはすり込みのカレンダーなんで、下にお店の名前を入れればいいわけですけど、じゃあ、この、えー、料理のレ写真がついた、動画のレシピがついたカレンダーは、えー、どこ、どんな会社が使ってくれるでしょうかと。まあ、一番直結するのがスーパーマーケットではないかなと。奥さんたちは 今日は夕食は何にしようかっていろいろ迷うわけですけど冷蔵庫の中にひき肉と何とかがあるけどじゃあ,あのこの料理にしようとかねそれで足りないものを買い足しに行くみたいなことはあるのかなとそんなふうに思ってまず小規模スーパーにはとてもいいのかなとそして店名のところに私たちの 黄金の QR といって毎日同じ QR コードなんだけど中身が簡単に書き換えれるそして複数の情報が入れられる黄金の QR コードっていうのがあるもんですからそこで今日のおすすめってやつがあ置に行ったら今日はカツオがこんなに生きのいいのがたくさん仕入れましたよって言ったらその場で出てくるとかねえもしくはシールで手帳に貼っておいていただければ えー、今日の帰りは何にしようかなと思ってみたら今日の一人鍋はかき鍋ですとかね、えー、いうのが出てきたらあースーパーとしてもいいのかなと、えー、多分、えー、大きなお金を折り込みチラシとかなんかで使ってるものがオンタイムで欲しい提供したい情報が出てくるようなこの、えー、レシピカレンダーっていうのはあもっと他でも使える。 効果があるのではないかと思ってご紹介いたしました。